こんにちは、しゅざいです。今日はツイッターで話題になってるかっこいい写真撮影、すごい写真撮影やっていこうと思います。バケツにして、いやは場所がね、ひらめらしいで、ここここね、それでまあまずここ綺麗に塗ります。塗っている床が背景になります。綺麗に塗ってください。はい、ここを綺麗に塗ります。カメラモードを起動、ズーム機能3秒にします。何も変えない、でいらないやつは消して、タイマーは3秒で、フィルター7がおすすめ。慣れるまでちょっと難しいですね。で、バケツやめよう。バケツはラピエリ試してみる。ラピエリなんか良さそう。にらめが丘団地の、フィルター7、なんかうまく撮れねー、むずくね、これうまく撮れないな。お、今の良かったんじゃね、これ良くね、これコンデリング、これいい気がする。今の良かった気がする。今のとか、これ汗かいてるみたいで、これ結構良くね。まだ撮るぞ。他の武器やってみるか。これいいね、まあ、バズってるから。まあ、はい、塗ります、塗ります。なんか楽しい。これとか、なんか歩いてるみたいじゃない？歩いてるっていうか、上向きながら走ってるみたい。これとかは？いい感じ。見て、ポイントセンサーだけも撮った。これ、意外と良さそうじゃない？意外と良くない？意外と。うん。微妙っすね。これとか、これとかよくね。クゲを持ったまま歩いてるみたいな。あ、クゲじゃない、脳中央。結構いい。見てくれた人、見てくれた人ありがとうございます。よかったらクレヨカチャンネル登録、通知音ポチッとお願いします。バイバイ、じゃあね。ここからは実際に撮影できた写真をご紹介します。チャンネル登録をして通知をオンにすれば、配信動画やライブ配信のお知らせが届きますので見逃すことがありません。ぜひ全ての通知をオンにしてくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。